無理をしない方法。精神科医カバサワシドのカバチャンネル、今日は質問いただきました。花丸さん、39歳男性、双極性障害2型で10年ほど前から精神科にかかっています。無理するなとかかりつけの先生によく言われます。今現在は無理をして生活しているとは思っていないのですが、自分が今無理しているのかいないのかの判断するのが難しいです。自分が無理しているのかいないのかを明確に判断する基準はあるのでしょうか。はい、あります。メンタル疾患の方全般に言えることなんですけども、特に双極性障害の方とか調子良くなってきた時にはそう状態になりやすいっていうのもあるんですけども、まだ十分に良くなってないのに無理しすぎてまた一気に悪くなると、7割か8割ぐらいまで良くなってきたのに本人は10割ぐらいもう治ったっていうふうに思っちゃうので無理しちゃうんでドーンと下がってしまうということを必ず繰り返すんですね。ほとんど 100% 繰り返していってもいいですね。せっかく良くなってきたのに無理して、またせっかく良くなってきたのに無理してということで、なかなか治るものも治らなくなってしまうということがよくあります。本人もそういったことを、何回か失敗すると気づくんでしょうけど、それでもやっぱりその自分自身についてのエネルギー残量っていうのかな、自分がどれだけ良くなったかっていうことを判定するっていうのは難しいっていうことが言えますね。じゃあどうしたらいいかって言った時にですね、あなたが100点と思った時は70点ということです。ざっくり言うと、患者さんがもうこれはいい、すごい調子がいいっていうふうに思ったとしたら、それはまあせいぜい70点か最大でも80点ぐらいのものにしか過ぎないわけですね。逆に言うと、その状態から1週間とか2週間ぐらいその状態がまあ続いたならば、少し余力が保れてきたということで何かアクションを起こすっていうのはいいと思いますけども、 30% ぐらいね、本人の実感と実際の調子の良さっていうものには差があるっていうことがあります。例えばスマホのバッテリー残量の例で言えば分かると思うんですけども、だいたい 70% までしか充電してないのに、みんな 100% まで充電してしまう、勘違いしちゃうんです。皆さんだから100充電されてる人が50使っても全然大丈夫だけど、70しか入ってない人が50使うと残り20になってもうスマホ止まりそうだよっていう風にすぐなっちゃいますよね。それがまあどっちかというとメンタル疾患の陥りやすい間違ったエネルギーの使い方なんですね。だから自分は100充電されていると思っても70しか実は充電されてないんだよっていうことを踏まえた上で、少し無理しないようにしていくってことが重要かと思います。余力を持つってことですね。やりすぎないってことですね。頑張りすぎないってことですね。まあ実際問題としては主治医の先生と相談しながらね、他人の評価を入れていくってことが重要なので、自分の評価っていうのはだいたい 20-30% 間違ってるということを普段から知っておくということですね。だから自分の判断は信じないということですね。相当自分の判断っていうのは本来のものよりも上乗せされてるというふうにね、考えるべきなので、そこぐらい慎重になって何かをするとき判断していくと、失敗しないし、エネルギー使いすぎないし、せっかく良くなってきたものを悪くしないということになります。で、病気治していくっていうのは半年、1年、あるいは何年ということにもね、なると思いますので、せっかく時間をかけて直してきたものを無理しすぎることで一気に振り出しに戻るとか、半年前に戻るとかいう状態になってしまうことっていうのは多いんですよね。だからそれ時間の無駄だし、エネルギーの無駄ですしね。できるだけ早く直さないと症状固定って言って、どん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 治りづらくなってしまいますから、無理をしないでやっていくってことがとても重要なので、そのためには自分自身の状態と向き合うってことが重要なんですけども、最初から正しく判断できないので、やっぱそうやって自分の調子の判断っていうのを間違ってるかもしれないってことをね、意識しながら普段の行動を考えていただきたいなと思います。精神科医カバサワシドのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。